どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はついに。そうなんですよ。ついにあの男が、はい、やってきました。よろしくお願いします。前田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっともう対応の前田さんのご紹介ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう城太郎一番知るスタッフであり、あ、私の先輩でもございますので、はい、城太郎歴はどのぐらいですか？改めて数えてみたら15年です。15年。はい、池下さんと同じぐらいってことですか？もうちょっと池下さんのちょっと前ですね。あ、ちょっと前。はい、大丈夫です。すごい。小林さんの次です。あ、そうなんですね。普段はこのね、銀座シックス店のお店に来た時には年間でもこういうちょっと特別なイベントの時にお越しいただいてるんですけど、普段はあのお仕事としてどういったことされてるんですか？普段はですね、はい、まあ、卸売と言って、はい、全国呉服屋さんたくさんありますので、うんうん、昔からお付き合いのある着付け学院さんとか、はい、専門店さんとか、うんうん、ナショナルチェーンさん、呉服屋さんに、うん、斎藤城太郎店っていう展示会、4日間、5日間にお邪魔して、はいはい、城太郎は来ませんが、左腕の私がコーディネートさせていただきます。右腕なんです、ね、右じゃなくて左なんですよ、そこ。右はね、小林さんなんです。あ、いやでも左も大事ですからね、はい、左もないとね、ないと困りますからね、はい、そういう役をしております。左腕、はい、だからあれですね、やっぱ全国に前田さんのことを知るお客様がたくさんいらっしゃって。そうですね、きっかけの部分では一番に対応するっていう意味では、うん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 、はい、多いと思います。あの最近ですと、あの早乙女太一さんのポップアップショップの店長としても。そうでしたね。はい、全校庭見て、もう太一くんのあの舞台の歌が頭から離れない、はい、ね、斉藤さん踊ってください。はい、シェイクヒップシェイクヒップ踊りたい。めちゃくちゃ良かったですよ。あ、そうですか。でね、ほんまにお客さんがうちの浴衣を着てきてくれるんですよ、はいはい、みんな思い思いで、そうですね、いいかなって言いながら、ほんまに嬉しい。本当に前田さんにお会いしてここの店に来ましたっていうお客様が多いので、ここのもう本当に顔のような、前田さんがそう言うから来ちゃったとかね、そういうきっかけを作っていただいてますよね。ありがとうございます。ちなみに前田さんが、あの、入ったきっかけ、その前から呉服屋さんではあったんですよね。そうですね、あの大学卒業して1年間実はプータローをしてて、もう人生でどん底の時あったんですけどね。そうなんですか。仕事をする気もないし、彼女にも振られるし、もう家でも引きこもりみたいな、1年間そんな風に過ごしてて、でその時に、まあ、就職セミナーみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、合同セミナーみたいな、はい、ああいうとこにある呉服屋さんがブースがあって、はいはい、35歳で社長を目指せっていうキーワードがあって、まあ、社長になるつもりもなりたいと思ってなかったけど、ちょっと自分を変えたいと思って、その会社にこう入ろうと、はいはい、でまあ、洋服が好きだったので、アパレル希望だったんですけど、まあ、着物また分野違うけど、着物も別に嫌いでもないし、面白そうだし。それまではでも着たことはなかったんですか？全然ないですね。あと全国転勤があるので、はいはい、家を離れてちょっと違う世界で、うんうん、別人になりたいと思って飛び込んだんですね、はい、それがきっかけで、はいはい、めちゃくちゃ楽しくて自分が変われたんですよ。ネクラな自分が接客を通してプラスアスを明るくなれて。あ、確かに着物屋さんってこうやっぱ自分からこうね、お話ししたり提案しないとやっぱ着物ってお買いいただけない。そうですね、そういうものだから。提案商品なんでね。ネクラな前田少年が、はい、そういうきっかけで呉服屋の業界この仕事を通じて目垢になりました。前しか向かないです。すごい性格をまで変わってしまった、はい、でその呉服屋さんをしていた前田さんが城太郎に出会ったんですかね。そうですね、あの、うちの母が勝手に応募して。応募？はい、知らない間に。ジャニーズみたいな。あの、え、あじゃないですよ、今。J違いですか。事務所はちょっと違いました。すいません。違う事務所に。冗談です。冗談ですよね。城太郎先生は、僕が着物屋さんの店長をしているときに、年に1回来ていただいた、まあ、大きな祭りの時に来ていただいた、まあ、ゲストのスーパースターだったんですけども、まあ、プライベートもお付き合いがあって、まあ、そんな憧れの城太郎先生からある日電話がかかってきて、
ちょっといろんな新しいことしたいんだけど、使ってくれないかって電話いただいて、直々に。はい、もう2つ返事で、ぜひと。すごいですね。すごいですね。で、その2つ返事でっていうのは、もともとやっぱ前田さんもお好きだったんですか？大好きでした。丈太郎って名前が良くて、長男、凛太郎って言うんですけど、はいはい、丈太郎から取ったんですよ、僕の中でね。息子の名前にまでなっちゃったんですね。それを丈太郎さんに言うと、うん、普通丈を取るやろって言われて、ね、確かにと思ったんですけど。太郎はいろんな太郎いますから ね。でも僕も嫁さんも丈太郎大好きだったんで。うんうん、じゃあもう大好きな、ブランドの大好きな先生からお声がかかったからもう、そうですね。即行くと決めて、でそこから15年。そうですね。で当時は、やっぱり染め屋だけで卸売しかしてなかったんですけど、うん、インテリアの事業をしたいとか、うん、直営店を持ちたいとか、うん、まあ、そういうノウハウを、まあ、貸してくれということで、うん、まあ、僕たち何人かがね、うん、ほぼ同時期に入って、うん、それで新しいブランドとはどうなんやとか、直営店持つならどんなことをするんだっていうのをね、いろいろ夢の丈太郎の直営店を、はい、一個作っていったって感じですね。この丈太郎サイト銀座シックス店もそうですけど、このショップの礎を、そうですね、ですから2009年11月3日というのはもうちゃんと覚えてますしね。コンビニ物店のオープン日ですね、はい、そうですか、はい、じゃあそこまでして、その前田さんが着物の中でも丈太郎にもう2つ目で行きたいって思えるくらい好きなところ、丈太郎の魅力とはどんなところですか？まず先生自身の人柄ですよね。もうそこはもう人たらしな先生が憎たらしいんですけど、やっぱり丈太郎先生自身が一番前向きで、上しか向いてないし、その名の通りの、ね、それからまあもちろんデザインですね。やっぱ入社した当時に思ったのは、まあ、ちょっとやんちゃな作風というか、はい、尖ってる部分もあったので、結構乱暴に作ってるのかなって思ったところもあったんですけど、そうですね、はいはい、工房に入ってみたらすごく真面目に作っていて、まあ、当たり前ですけど、まあ、あんだけ弁の立つ丈太郎先生、アクティブな先生は工房ですごく頭をかきむしってずわっとにやめっこしてたりとか、そういう姿がすごいと思って、30代の丈太郎さんですね。本当にあのシーンはよく覚えてるんですよ。だ今もコレクションの前にデザイン考えてはるんですけど、はいはいはい、もっと頭かきむしりながら作ってくださいっていうのが言うんですよ。はい、昔のように、昔のようにやっぱりね、いつも丈太郎さんも言わはりますけど、湯水のように出てこないし、海の苦しみがね、海の苦しみ、あの姿が本当にかっこいいし、はい、そうですね、あまりそういう姿ってあの外ではね、もちろん出されないし、いろいろこう試行錯誤した末に出てきたものがこういうね商品になったりするので、そこをちょっと、じゃあその姿も前田さん見て、そうですね、でこのデザインっていうのがやっぱり絶対次のスタンダードになると信じてますので、営業をやってますけど、普通営業ってね、例えば売れないとか、不景気だとか、そういうこと悩みますけど、そんな悩みなんて一切ないんですよ、本当に。どう納期を間に合わせるかとか、どう順調にことを進めていくかっていうのだけが悩んで、いい会社にしてるかとか、そういうことだけを常日頃考えて、前向きに上を向いて、真面目。真面目すぎ。あの前田さんは全国のね呉服屋さんに行かれた時は、まあ、この銀座店は丈太郎のこと大好きな方が来るので、基本的にこうこのブランドが好きな方が来るお店なんですけど、全国だとそうじゃないお客様とか、初めて丈太郎見る方とかも結構いらっしゃると思うんですけど、そういう方にその丈太郎を伝える時って どんなふうにその初めてびっくりされる方にどう伝えてきます？気をつけてることはありますか？この5年10年でだいぶね時代も変わってきたので、はい、その第一歩の受け入れ体制は昔より今はいいのでね、うん、年に1回丈太郎先生の作品が来てくれるなら羽織ってみたいっていうベースの方が多いので、うん、そんなに苦労することもないので、ね、うん、お店の方々も羽織るだけ羽織ってみたらとか、体験だけでもどうぞって言っていただけるので、うんうん、確かにそうですね、いろんな情報がねもうネットとかで出てきていたりするので、一昔前に比べたらその最初の抵抗感が、ね、そうですね、なくなったかもですね。一昔前は、うん、まあ、向こうがゲストで呼んでいただいてるのに、はい、何癖つけて帰れって言われたりとかそう、お店の方にですか、うん、あと僕ひげ生やしてたんですけど、はい、うちひげ禁止やからそれって言われて結構ね、結
構本当に苦労しましたよ。冷水を浴びるような自分の時代が本当に、そう、まあチャラチャラして見えたんでしょうね。まあ、そうでしょうね。ここのね、そうで言うとね、な時代に合ってきたっていうか、その僕が追いついてきた感じしますね。そうですね。前田さんがご対応するお客様で得意な層とか思いますか？得意かは分からないですけど、はい、お姉さんが好きです。綺麗なお姉さん。スタッフからですね、はい、前田さんの印象をね伺ってみました。続々と届いてるそうで、はい、前田さんの印象は、はい、繊細な方、意外、優しいお兄ちゃん、美魔女に弱い、お客様大好きお兄ちゃん、3歳候補の太陽、嬉しい、お客様はじめスタッフみんな笑顔にしてくれる、家族思い、あ、神あります、ね、シティーボーイに憧れる関西人ハイボール大好き、はいはいはい、メガネ、まあ、まあ明るく人懐っこい陽キャで素敵なお父さん、印象が、はい、ありがとうございます。あと前田さんに関する思い出深いエピソードを伺ってみましたが、考えるな感じろ、おこれはよくおっしゃってるんですか？はい、ブルース・リーの名言ですけど、僕も誰かに教えていただいて、はい、スタッフがお客様に食べ物を選ぶとか帯締め選ぶときに考えてる姿をよく見るの、はいはい、感じたままに動きなさいってこう。ブルース・リーからの前田さんの自分の座右の銘でもあります。一つでございます。ラグビーが流行った時はワンチームって結構繰り返しました。ワンチームワンチームって結構その、はい、流行で、流行がね、はい、であと前職の時、亮太郎の着物の2枚目を買おうとした時に迷わずこれやろって選んでくれたのと、そのでもすごい気に入ってると、やっぱ選んでくれた人のことって覚えてますよね。そうですね、うん、ちなみに今回西の男からコメント入ってないですか？西の男さんね、珍しくないんですよ。あ、ないんですか？ないんです。何やろうね、もしかしてわしや。すごい、ね、ここにいた西の男ね、いつも登場してましたけど、はい、よろしくお願いします。東の女さんからコメントいただいてます。あら、俺モテたいねんをずっと変わらず言い続けているので、初心貫徹、情熱的でお客様思い、全国に前田ファンがいる。東の女さんから、はい、新しく出ましたね。なんか神回だねこれ。自分で元気になれる。これはね、俺モテたいねんをずっとおっしゃってる。そうね、はい、私入社した時からずっとおっしゃってる。あ、もうじゃあ長いんですね。チヤホヤされたい。帯とかね、はい、まあ、私たちスタッフも自分たちの選ぶんですけど、はい、選ぶ基準がどっちがモテるって。かわいい。逆にそうなの、モテてないの。こんだけ長い、そうやね、こんだけ、ね、ずっと走り続けて、いや、モテてますよ。モテてないです。もう、で本社に出張に行くと必ず帰りに駅まで送ってくれるんです。電話が来ると元気ですかと猪木さんばりに聞いてくる笑い。一緒にインスタ用の写真を撮ったら、自分はお腹が出てたが前田さんを引っ込めてた、さすがだなと思い知った。お腹にが出てる人のコメントですね、これはね。で、上太郎先生が不在時の時、中太郎と言って爆笑の渦にしてくれる。中太郎先生もよく言ってますよね。そうですね、分かりやすいんでね、上太郎ならぬ私が中太郎ですみたいな感じの紹介で。いろんな形で皆さん楽しませてくれてる感じですね。そうなんですよ。僕ね、この間ね、ある呉服屋さんで、はい、まあ、上太郎先生の商品ご縁いただいたら、上太郎先生がハンカチにサイン書いてくださるシーンがあって、はい、僕のが欲しいって言われて、ほうほうほう、中太郎の、はい、2回目中太郎って書いた、中太郎って書いた、書いたんですか。その方それをインスタにアップして、本当に念願の伝えました。憧れの中太郎先生になってるんですね。ぜひね、この映像を機にね、希望される方はね、前田さんにねオファーしていただきたいですね、中太郎さんを。お待ちしております。あと最後に思い出深いエピソード、忘年会の翌日に休んだ、大掃除来なかったっていう。ああ、食当たりね。年の締めで無理やり出勤はしたんですけど、全員出勤なの。顔が青くてお腹痛くて、田中さんにも帰りって言われて、すいません帰ります。愛されてる。年末最後の最後に休んだって。休んだ、多分その時の年末階段からも難しい、なんかいろんなことがあったの。前田さん結構そういうことが多いですね。ありますね、なんか入社にすぐに尿管結石、尿管結石、尿管やりました。
っくり腰もやったし。マシンソイですね。マシンソイ。あんまりいいやん、ビッグソイだわ。飲んでますからね。飲んでますからね。ガソリン飲んでますから、ね。お酒大好き。大好き。ハイボール、焼酎大好き。あと、上太郎先生からのコメント。いよいよ。はい、前田さんの印象。真面目。任せて安心。お酒好き。山菜工房の信頼のおけるスタッフの一人。ということを。ありがとうございます。何よりも左腕ですか。自称ね。ほんまは先生から任命されたら嬉しい、ね。右腕は小林さんだとしたら右腕。両腕ないといけないから左も大事ということで。ということで、はい、いかがですか、そんな話を聞いて。いや、ありがたいですし、どんどん行きますよ、これからも。ガンガン行きましょう。そうですね、はい。ゆくゆくどんな会社にされたいですか？そのね、入社するときに、上太郎先生と話してた、こういう会社にしましょうっていうのが叶ったんですよ。はい、実は。どんな15年、はい。こんな規模で、社員何人いて、はい、直営店出してっていうのはもう全部叶えてきてるんですよ。すごい。インテリアも事業として成り立つし、うん、直営店もあるし、うん、次の方に向けて今ね、みんなで話し合ってるとこなので、うん、まあ、もちろん多店舗展開はしないけど、ね、ゆくゆくはね、もう1店舗もう1店舗ぐらいとか、呉服業界もいろいろ変わってくるので、ね、そうですね、そこを引っ張っていくようなやっぱりメーカー、強いメーカーになっていきたいと思ってます。元気になりますね。なんかすごいいい話の回になりましたよ。なんかさっきご自身でも神回だって言ってましたけど、そう、自分で神回です。神回、はい、需要はありますかね。うん、いや、どうです改めてお話聞かれてみて、中村さん、まあ、前田さん、やっぱり前田だけあって前向いてるなって感じで、明るい話が希望なんですよね、はい、あんまりぐちぐちネガティブなことおっしゃらないし、でもそこはネクラですよ、はい、ほんまに。だから一人になったらドヨーンとするんやけど、こうやってお店に来たりとか、うん、お客さんが接してる時が一番楽しい。いや、前田さんはうちの工房にいなくてはならない大事な大黒柱の一人です ね。銀座6でね、大きいサイズの時にね、本当たまにこう応援でね来てくれたんで、本当にね貴重ですよね、はい、でこんな立場がある方なのにディスられても平気な、なんかこう、ね、京都でね、お昼ご飯の時にね、はい、もうな、だいたい俺のですね、なんかネタが振って、はい、野崎とかまっちゃんとかにやーにゃーって言われながら、はいはい、いい空気にするみんなの愛されキャラなんです ね、はい、みんなね、シーンとご飯食べてても楽しくないからさ、あー、和やかなムードにする、女子たちもわーって笑ってる、女子たち盛り上げますからね、そう、いや、勤めてます、あ、もう幸運にはなくてはならない方で、はい、皆さんありがとうございました。最後に一言お願いします。はい、いつも銀座6店ご愛顧いただきありがとうございます。2ヶ月に1回か月に1回ぐらい銀座店に行きますので、ぜひその時お会いしたら素敵なコーディネートをさせていただきますので、よろしくお願いします。嬉しいですね。それから全国の筒裏裏、はい、筒裏、はい、北海道から沖縄まで行きますので、はい、その時にまたお会いできたら楽しいお話したいと思ってますんで、上太郎工房楽しいですので、作品も含めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ぜひサインをお求めの方はね、マジさん動画見たよということで、はい、中太郎のサインを、はい、いただければと思いますので、あの前田さんのインスタもございますので、ぜひチェックしてください。ぜひチェックお願いします、はい、ということで、はい、前田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。